ストライキに臨んでピケッティングを行う BBC の社員たちピケッティングを行う労働者たちピケッティングはストライキが行われている事業所等に労働者の見張りを置きストヤブリの就労阻止他の労働者へのストライキ参加の促進一般人へのストライキのアピール等をする行為を言う日本語ではピケと略されることが多い語源のピケットは監視委員の意味であるアメリカにおいては 平和的説得により行われる場合に限って合法とする流れである。ピケッティングは初めて裁判に登場した1880年から刑法上の犯罪ではないが民事上非合法にもなり得る行為として取り扱うのが普通であった。その場合、ストヤブリ労働者に穏やかに話しかけ説得を試みることは認められたが、実際のピケは集団で規制を上げ、 ストヤブリを非難するのが通例であったから、穏やかと認められない場合もあった。少数の判決では、合法なピケなどありえないという判断さえ示された。また、一部ではピケッティングに、様々な制限を課して実際上活動できなく、するような州法が作られた。1940年に、合衆国最高裁判所は、言論の自由の一部として、 ピケを積極的に認めるソーンビル判決を出した。ピケは労働葬儀の存在を知らしめる言論活動の一種であり、これに禁止的制限をかける州法は合衆国憲法修正第14条に照らして無効であるというものである。ピケッティングの違法性は行為の対応によって異なる。スクラムや座り込みでスット参加者以外の就労阻止、 脱落者の防止を監視するという対応が多いことから、威力業務妨害の問題が圧倒的に多い。判例によると、当該行為の具体的状況その他諸犯の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の検知から許容されるべきものであるか否かを判定するとされる。したがって、この条件に合うものであれば違法性はないということである。最高裁はこの定式のもと、 実力講師を厳しく評価する判決を下している。ピケッティングによる正当でない暴力行為があった場合でもストライキそのものの正当性が失われるわけではない。日本における裁判例ファイン・フランク・マーフィー・ザ・ソーン・ヒル・デシジョンピケッティング・アズ・フリー・スピーチピアニッシュも99から101ファイン・フランク・マーフィー・ザ・ソーン・ヒル・デシジョン P101 ありがとうございます。